リス。リス、リスは、ネズミもクリスカに属する動物の総称である。リスカには、コアカ58属285種が含まれる。木の絵で暮らすリスのほか、地上で暮らすマーモット、プレイリードッグ、シマリス、イワリス、ジリス、滑空能力のあるモモンガ、ムササビも、リスの仲間である。全世界に分布。ただし、オーストラリア、南極大陸、 ポリネシア、マダガスカル、南アメリカ南部、一部の砂漠を除く。オーストラリア大陸にはもともと生息していなかったが、19世紀に人為的に移入された。リスは一般に小型の動物だが、体長7から10センチメートル、体重わずか10グラムのアフリカコビトリスから、体長53から73センチメートル、 体重5から8キログラムのアルプスマーモットまで大きさは多彩である。樹状性リスは毛のふさふさした大きな尾を持つ。地上性のリス、ジリスは樹状性リスに比べて尾は毛量が少なく短いものが多い。多くのリスは体毛が柔らかく絹のように滑らかだが中には厚い毛皮を持つものもある。体毛の色は種によってしばしば同種内ですら 非常に変化に富む。東南アジアに生息するフィンレイソンリスはいくつもの毛色の違うものが野生下で存在しており、花の蜜を食べるために長く伸びる舌をしている。前足は後ろ足よりも短く、足指は4、または5本。しばしば前足の親指はあまり発達しておらず、足の裏には柔らかい肉球がある。手先は器用で腰を下ろして座り。 前足で食物を保持しながら食べることができる。樹状聖リースは木につかまって登るための、自立は地面に巣穴を掘るための頑丈な爪を持つ。樹状聖リースは頭を下にして木を降りることができる。これは足を回転させることで後ろ足の爪が上向きになり樹皮をつかむことができるため。大きな目を持ち、視角は優れている。多くは顔のげや足の触れで、 狭い場所を通る際に幅を認識するなど、優れた体制感覚を持つ。葉は典型的なネズミ目の型をしている。一体の紋歯は絶えず伸び続ける。擦り合わせることですり減らし、正常な長さを維持する。剣士を持たないため、紋歯の後ろは歯ス刺激、葉のない部分となっている。その奥に食物を咀嚼するための渦葉がある。 シマリス族やジリスには、頬の内側に、頬袋と呼ばれる、袋状の構造がある。頬袋には柔軟性があり、たくさんの食物を入れて、運ぶことができる。モモンガやムササビは、木から木へと滑空して移動する際に、パラシュートのような働きをする飛膜を持つ。極光厚帯と、最も乾燥した砂漠を除き、熱帯雨林から、半乾燥の砂漠、北極圏まで、 ほとんどすべての環境に生息する。樹状性リスと自立が中高生、または白明白母性であるのに対して、モモンガなどの滑空するリスは夜行性である。ただし、哺乳期の母モモンガとその子供は、夏の間は中高生になる。樹状性リスは、主に木の枝で生活する。木登りやジャンプを得意とし、枝の上や軌道に巣を作る。基本的に、 単独生活を営み、明確な縄張りを持つ種は少ない。また、寒冷地に生息する種でも冬眠はしない。ジリスは草原や砂地などに巣穴を掘り、地上で生活している。森林限界を越えた鉱山に住む種もいる。縄張りを持つ者が多い。社会性があり、家族を中心とした集団を形成し、よく発達したコロニーで生活する者が多い。多くのジリスは、 島民をする。シマリス類は、樹状性リスと自立の中間的な存在であり、主に地上で暮らすが、木登りも巧みである。軌道だけではなく、地下にも巣を作る。年に1回、または2回出産する。妊娠期間は3から6週間で、種によって異なる。子供は毛も葉も生えておらず、目も見えない状態で生まれる。ほとんどの種でメスのみが、子供の世話をする。 生後6から10周で離乳し、生後1年で生成熟する。捕食者には、イタチ類、コヨーテ、キツネ、タカ、フクロウなどがいる。一部のカリフォルニアジリスは、天敵のガラガラヘビの毒の免疫を持つ。主に草食性で、好み、種子、果実、キノコ、草などの多様多種な植物を食べる。昆虫、鳥類の卵や、ヒナ、爬虫類、 小型の月肢類を食べる種もある。いくつかの熱帯の種は、ほとんど完全に、昆虫食に移行している。樹状生理スは、草食性の強い雑食で、種子、果実、キノコ、小動物を食べる。種子を巣穴に貯めたり、土に埋めたりして、貯蔵する。ムササビは、種子や果実が欠乏する季節には、この葉を食す。ジリスは、 主に草食性で、草などの竹の低い植物を食べるが、昆虫や小型の脊椎動物を食べることもある。捕食行動は、自スの様々な種、特に十三線ジ自スで見られる。十三線ジ自スの研究では、ヨコを捕食していることや、死んだばかりの蛇を食べていることが報告されおり、139体の標本の胃のうち、4体からは鳥の肉を、1体からは、 トガリネズミの残骸が発見されている。また、オジロレイヨージリスの調査では、609体の標本の胃のうち少なくとも10%が脊椎動物を食べていたことが発見され、絹ポケットマウスを捕らえて食べることも観察されている。原生種は5赤58属285種に分類されている。化石記録からリスの起源はおよそ三千六百万年前の 北半球、特に北アメリカであると考えられる。化石は、四神予行期、およそ4 3 5 0百万年前にまで遡り、現代のモモンガルイに似ている。四神予行期から、中心余までのリスの化石は、原生の系統に確実に割り当てることができない。少なくとも、原生種の固有派生形質の全範囲を書いているという点で、 これらのいくつかはおそらく最古の基礎的な原子のリスの別型であると言える。このような古代及び祖先のリスの分布と多様性はリスの仲間が北、アメリカを起源とすることを示している。原生のリスの系統分類は単純な構造で、主に3つの系統に分かれる。第一の系統、赤はアジアの熱帯地方に分布する大型の樹状性リスで、オーリス族の一族4種を含む 第2の系統、赤は南米の熱帯地方の樹状性リスで一族一種からなる。南米マメリスは唯一の原生種である。第3の系統はリス赤、キャロシューリニー赤、ジリネ赤の3つの赤で構成される。リス化の主なグループである、この系統はリス化最大の規模でほとんど全世界に分布している。このことは 化石及びすべての原生種の共通の先祖は、北、アメリカに生息していたという仮説を支えており、これら3つの最古の系統が、北、アメリカから敵を放散したと考えられる。リスアカは、族と、族からなる。族は、五族38種、主に、アメリカ大陸、ユーラシア大陸の樹上性リスを含む。族は、15族45種の滑空するリスからなる。 しばしば別の赤とみなされてきたが、現在は、リス赤の一族とされている。逆に、アメリカアカリス族は、通常、主な樹状性リスの系統に含められるが、時々全く別の系統の族とみなされる。キャロシュリニー赤は、アジアの熱帯地方で最も多様な樹状性リスで、14、属65種からなる。際立って異なる、形態学を持っており、 大変色彩に富んだ体毛を持つ優雅な外見をしている。リスカ最大の赤であるジレネアカは22属132種の主に地上で暮らすリスからなる。大型のマーモト、プレーリードッグ、ジリスのほか、アフリカの樹上性リスもこの赤に含まれる。日本語のリスという名前は、漢語のリス、リッソ、リスが転じたものである。キネズミ、 クリネズミとも言われる。英語のスキラルは、ラテン語のスキウルス、古代ギリシャ語のスキーローズに由来する。ラテン語のスキウルスは、リス族の学名になっているほか、多くのリスの学名をつける際に使用されている。日本に住む、リス類としては、樹上生リス二族三種四亜種、うち、二亜種は、外来種、滑空生リス、モモンガ族、ムササビ族の二族三種五亜種。 すべて在来種、地上性リス、シマリス属一属一種二亜種、うち一亜種は外来種の経語族七種十一亜種が挙げられ、異入種を除けば四属六種八亜種となる。リスワカでは北海道にエゾリスとエゾシマリスが本州、九州、四国には日本リス、ホンドリスが生息している。ただし日本リスの九州での生息は最近は確認されていない。 これらの在来種のほか、台湾リスや朝鮮島リス、北リス外入仕、日本リスや山根のような在来種に対する圧迫が心配されている。伊豆大島では台湾リスによる食害が深刻化している。エゾリスはユーラシア北部に広く分布する北リスの亜種。台湾リスはアジア南東部から東部に分布するクリハラリスの亜種、エゾ島リスと朝鮮島リスは アジア東部から東北部に向けて分布するシマリス、シベリアシマリス、アジアシマリスともの亜種である。滑空性のリスでは、本州、四国、九州にムササビ、ホウジロムササビとホンドモモンガ、日本モモンガ、北海道にエゾモモンガが生息する。エゾモモンガはヨーロッパ北部からシベリア、中国北部まで広く分布する大陸モモンガの亜種である。ムササビは、 九州ムササビ、和歌山ムササビ、日光ムササビの三亜種に細分することもある。これらのうち、日本リス、ムササビ、日本モモンガの三種は日本固有種である。北リスの毛皮はヨーロッパで広く用いられ、ロシアをはじめとして今日でも盛んに使用されている。中世ヨーロッパではリスの毛皮が衣服の裏地に用いられた。中でも、 シベリア産のキタリスの毛皮が珍重され、腹部の白い毛を用いるベア、ベル、ベールとも、は、最高級品で、14世紀をピークに広く見られた。例えば1枚のマントあたり数百頭といった規模で、毛皮を使用するため富や、権力の象徴であり、身分に応じて、毛皮の質や白と灰色の密度等が決められていた。ベアの文様をもとにしたベアという文章も生まれている。ベアより、 やや価値が劣るが、リスの背の灰色の毛皮を用いた栗もあり、これらはアーミン、黒点と並んで最高級の毛皮であった。アメリカ合衆国のいくつかの地域では近年までリスの肉は食肉として捉えられ好まれていた。非常に多くのレシピにリスの肉の調理について記されていることがその証拠となる。主婦イルマロンバウアー。 1 930年代に表した料理本、料理の喜びの初版においても、リスの肉の調理法が記されていた。レシピによると、リスの肉は、ウサギの肉や鶏肉よりも柔らかいものの、それらの代わりとして利用できる。リスの肉には、野生動物の肉らしい臭みは、わずかしかない。アメリカの多くの地域、特に、アメリカ南部では現在でもリスは、食用として、 飼料の対象となる。また、一般的とは言えないが、イギリスでも、リス肉が食されている。特に、北米原産のハイロリスは、イギリス在来種のアカリスを圧迫しており、その駆除のためにという大義名分もあって、飼料肉専門の肉屋や一部のレストランで、取り扱われるようになっている。現在は禁止されているが、日本でも、アイヌ民族が、 シマリスを食用として狩猟していた。古代ローマの博物学者プリニウスによると、リスは嵐が来るのを予知する能力があり、嵐の風上側に巣穴の入り口がある場合は前もって塞ぎ、新たに風下側に入り口を作るという。なお、プリニウスは、ハリネズミについても、この動物は自分たちのねぐらに引っ込むことによって、北風がハエに変わることを予言すると記している。 日本では昭和40年頃から、島リスに人気が出始めた。日本リスや、北リスなどの日本に生息しているリスは、鳥獣保護法により捕獲が禁止されているため、外国から輸入されたリスが販売されている。2005年からは、感染症の予防及び感染症の患者に対する、医療に関する法律第56条の2として、動物の輸入届出制度が規定されたことで、 プレイリードックが輸入禁止になるなど、月種類の輸入規制が始まった。現在業者が輸入販売できるのは、シマリスとジリスのみとされている。2010年の輸入も特に別の輸入届けで頭数は、中国12,908、アメリカ1 6 0に、オランダ930となっている。また、鎌倉近辺に生息している台湾リスは、特定外来生物として、 駆除の対象になっており、ペットとして飼うことも禁止となった。飼育下での寿命は、シマリス6から7年、ジリス10から12年、プレイディードッグ8から10年程度。リスは、ブドウとの組み合わせで、多幸、多産を象徴する吉祥として扱われており、16世紀頃から中国で、陶器や漆器の題材として流行するようになった。その影響を受けた日本でも、 ブドウとリスの衣装が取り入れられるようになった。さらに、日本語では、ブドウとリスは、ブドウに律するという語呂合わせになることから、日本刀のツバにも用いられるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。